お久しぶりです。最寄り店の撤退により、同行改革がついてしまいました。今回は、今日2月22日に追加された、エクストラリシを紹介していくよ。スペックは、142副兵魅力、内兵差と、チブメの数値やけど。無理な仕事になる1コスキバなら、むしろ良好。知力4副兵でも、知力1は確定やから、理通でコンソンへを誘うよ。計略のコテキタンの更新は式5で自身武力プラス4。一定間隔で、範囲内の味方の武力プラス4と向上速度が上がる。効果時間は約9カウント。クレの SVR 周期に見た効果やけど計略発動から。1カウント少々味方に効果が入らず、号令ながら速攻性に欠けるから。扱いは難しい。無理要因兼サブ計略としての採用が無難そうやね。陣形のような計略で、無力1の生存は不可欠なのも短所ではあるけども、このように後から合流してきた部隊も強化の恩恵を受けることができるのは、このタイプの計略ならではの強みだと思うよ。ここで捕まるわけにはいかない。
拙者の戦を貫かん。見えた。アクライ天意はここだ。この世界変えてくれる人はいないの。水も漏らさぬ我が備え、見るがよい。甘く見せたったかな。視界が揺らぐ。早く敵を片付けないと大変よ。もう動けん。この城を主に捧げん。もはやこれまで。ウォーム解放、マンサー。我がマナコは誠を見抜く。俺がやらなきゃ。巨実の先にこそ今回は4試合あるよ。最後の試合は計略は使ってないけど、カット民干渉用勝ち勝機を覚醒させていった試合を勝ったで。できるか。嘘にして漏らさず。悪なる進軍は俺が止める。これじゃ足りねえ。ちっ、焦ったか。新しいもの見つけた。消えなさい。君の勝ち。魔法を使えないんですよ。視界が揺らぐ。消えなさい。はしごを下ろせ。俺を呼んだか。もっと背が高ければな。後ろを振り向くな。進め。我がマナコは誠を抜く。
殿、ご無事で。匂いがするぜ。万世が終わる前に一花咲かせてやる。焦ったか。変えてくれる人はいないの。水も漏らさぬ我が備え、見るがよい。
私じゃダメ。視界が揺らぐ。トロご無事で。ゴーグ解放。俺を呼んだか。消えなさい。我がマナコは誠を見抜く。ここだ。消えなさい。風のように突っ切るぜ。止められるなら止めてみろ。時は来た。消えなさい。やだやだやだ。君の勝ち。嘘にして漏らさせる。もう見えた。行け。もう悪なる進軍は俺が止める。見えた。相手が悪いか。見えた。発射を下ろせ。うっせー。もう。もう。後ろを振り向くな。この戦場に解放せよ。
姫たる祭、この戦場に解放せよ。天
陰謀開会祖にして漏らさず。じゃーんって大打撃。ジャーン、悪なる進軍は俺が止める。ホールド開放しないと。剣の雨も矢の嵐も我が輩を撃つことはできねえ。見えた。水差し野郎が。見えた。ご視聴ありがとうございました。